うやです。ふみです。若手デビです。今回獨協大学やってきました。はい、ここで薬局キャンパス調査です。埼玉にある私立大学ですが、まあ、どんな大学なのか調査していきましょう。わ、はい、かりました。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、Twitter、Instagram も絶対お願いします。じゃあ行くぞ。ちょっと外。若手 TV。キャンパス綺麗ね。いや、やばいね、これね。いや、芝で。なんか建物も新しいね。ね。独協大学のくせに金かかってんな。やめろ、お前。まあ、独協大学ね、多分知らない人もいると思うんで。あ、まあそうね、僕も知らない、まあ。埼玉の一応東京寄りかな。あ、そうね。にある草加市。草加市っていうね、はい、場所で、東京新部から1時間ぐらい。そうね。かかりますかね。京大の俺もこんな時間かけて歩かすなよ。やめろ、お前、おい。学部は外語学部が有名ですね。国際教養学部と経済学部と法学部。なるほど。4つ文系のみ。学歴用語的には、平成名学独国部の独ね。独です。はい。ですね。いや、なんだお前、おい。なんで喜んでんだ、お前、おい。いや、低い集まりやな。バカだれやん、おい。で、女の子を見つけました。はい。独協どんな大学ですか？確かに。人がみんな優しくて。あ、優しい人が多い。なんか、独協の独って濁るって字に似てるから、うん、心濁った人多いんだ。やめろ、お前。どうして独協を選んだんですか？聞くな聞くな、おい、なんだよ、おっとりやめろお前。いや、ね、家近いとか分かんないね、もしかしてね。家は時間竹山のフォロー台無しや、ね、え、でも入ってみてなんか独協で驚いたこととかありますか？うん、なんかね、良かったことかね。特にはないんですけど、なんか人が優しいのは、うん、あ、ごめんなさい、緊張できない。ビビるよな、京都大学隣寄ったらビビるよな。いや、 YouTube の方でしょ、チャンネルでしょうね。時に見てて、おお、嬉しい。若手に見てたのに独協しか入れてない。やめろ。独協大学の経済学部の人と外国学部の人見つけました。はい、今回ですけど、独協大学どんな大学かって聞いてるんですけど、はい、どんな大学ですか？女の子は可愛いです。おお、いいね。いや、そういう情報いいよね。分かりやすい。六本木ラウンジ大学。やめろお前。なんか見たところによると女子の方が多い。経済法学部は男しかいなくて、外国語は女の子しかいない。なるほど。なるほど。ラストキャバクラ大学。やめろお前。可愛い女の子。多い、多いっす、めっちゃ、経済とか法の人が外国語のところに見に行くみたいな。いやいや、国の世界垣間見ちゃうね。垣間見ね。外国語なんでしょ、外国語、はい、やっぱリアルに多いの。いや、多いっすね。僕ら7-3で、女子7で、女子 7、 女子7、最初初めて入学式で教室入るじゃないですか、うん、女子しかいなくて、男子校出身なんで、男子校出身。下半身は反応した？下半身はあんま言えないですね。いやいや、何も聞いとらんわ。任され。え、じゃあそしたらまあ、出会いとかめちゃめちゃあるってことね。確かに確かに。彼女とかできるの？どうなの？彼女はないです。いないですけど、一緒にご飯行ったりとか。どんなシチュエーションがあったの？イルミとかに。イルミネーション？もうマンツー。デートや、1対1でマンツー。その後お店誘われるんちゃう？いやいや、だからラウンジじゃないラウンジじゃないの、ね、同伴じゃないんですよ。同伴じゃないの、ね、そう、やめてください。そういうデートないの、イルミネーションみたいな。女の友達が多いからこそ、そこの紹介でいろいろ受けたり。ええ、さらにありますね。3対7の7から芋づる式で紹介すごい、やばい。さらにその紹介、さらに紹介、おい、マルチ商法で女の子が出てくる。おい、マルチ商法じゃねえよ。違うのね、やめてくれよ。その紹介で知り合った女の子と、まあ何回か行ったりとか、まあ人によりますけど。おいおい、経済学部ちょっとやっぱなんか質問どうなの、経済学部は。経済は、はい、自分のクラスは男子25、うん、女子45ぐらい。理系だ、理系だ。自分も入る学部間違えたなと思う。いやいや、独協って英語しかできひんもんな。やめろお前、おい。経済学部って英語もできひんの。やめろお前、おい。お兄さん見つけました。はい、あの新メンバーです。新メンバー、おっと、ノースフェイス。ノースフェイスね、はい、そうですね。どうですか、独協大学は。うん、英語学部は頭いいと思うんですけど、はいはいはい、法学部はやっぱバカが多いと思う。ちょっと語れ。将来何なの？将来、そうですね、特に決まってなくて、まあ大学で見つかればいいかな、うん、やっぱそういう安易な気持ちのやつ独協に集まるやめろお前、おい、言うなそれ。逆に何で独協選んだ？成功推薦です。出た。何も考えずに余った大学申し込んで、大学入ってからも夢も見つからず。やめろお前、これから見つけるんじゃん。人生のプランクトンか。やめろおい。泳いでいってただただ無理。バカタレ。じゃあ男の子見つけました。はい、じゃあ就活も覚えてる。おー、いいね。特許やのに就活決まったんや。いや、何の話やねん、お前。ちなみに何系の会社に？専門商社。お、商社。すごい。まあ、総合商社が最強ですけど、はいはい、専門商社も、実は働くんだったら BM はめっちゃおすすめです。なんちゃって商社じゃないの？なんちゃってじゃないです。やめてください。就活は苦労しました？あ、そこそこ。え、結構内定は取れた、他にも。そんなに取れなかった。そんな取れなかった。就活はやっぱ学歴に厳しい。やめろ。いや、だからどうなん、そこは独協っていうので、うん、反応がなんかどういう感じなのか。確かに企業の人事の人ね。英語強いよね、みたいな。あー、やっぱイメージはある。確か
取り柄ないよね。やべえ、おい面接で俺独協来たらチッて舌打ちしてまいそう。なんだよ、おい。トミさん英語実際できるの？まあ、そこそこそう。なんか一応スコアとか、ね、一応900ぐらい。いや、トイックやかんの？え、特許舐めてたの？え、じゃあ結構周りもトイックとか頑張ってる人が多い？そうです、結構います。900超えいる？そんなにいないんです。あ、そんなにないの？特許のライバルどこなんだっていう。おー、確かに。神田外語大とか。神田外語、そこ弱いな。ほとんど専門学校でしょ。やめろ、お前。特許大学の外語学部と法学部の3人を見つけました。はい、今回ですけど、特許のあるあるを聞いてるんですけど、はい、なんか思うことありますか？特許大学のあるある。うん、女の子が可愛い。お、あー、やっぱそれね。思いました、入学の時に。可愛いなって思ったなんかエピソードとかなんかあります？スーツあるじゃないですか。スーツね。はい。お前の性癖やないか。あの話、部長になった時部下に手出すタイプ。やめろ。独協部長になることないか。やめろ。それも失礼、うん、やめてくれよ。他あります？独協あるあるとか、うん、トイレがめちゃくちゃ綺麗。トイレが綺麗。トイレが綺麗。どんな感じなのトイレ？うん、あ、もう新しくできたショッピングボールぐらい綺麗。ちょっと分かりやすいけど便座が温かいです。あー、ちゃんとね、温まるやつ。実家は敷きそうやもん。やめろ。おい、ここはあります？独協あるある、うん、外国人の先生は基本優しいです。日本の先生が優しい。担当の先生は何先生？アスコ先生っていう人。アスコ何人？多分イギリス人です。どんなとこ優しいですか？毎回授業で今プレゼンみたいなクイズ大会やってるんですけど。おー、いいね。毎回お菓子くれます。いやいや、毎日がハロウィン。独協者餌付けされてる。君の担当は何先生？俺はボンドですかね。ボンド。いやいや、ちょっとボンド、女女の、あ、ボンドさんね。スパイちゃう。お菓子くれる。お菓子くれる。君はギブソン。ギブソン。男性女性？男性です。男性で優しいの？ギブソンは厳しいでしょ。確かに。ワールドカップの次の日確か授業があって、うん、早上がりさせてくれました。いやいやいや、でも昨日授業行ったらなんかいきなり休校になってて。なんでなんで？ギブソン連絡ミスなのかあれなのか分かんないですけど、教室真っ暗だからギブソンはっつったら休みやすいよみたいな。ギブソン働け。やめろな、お前。はい、男の子2人見つけました。はい、じゃあ独協あるあるを今聞いてるんですけど、はい、教えてもらっていいですか？学食バカ少ない。学食がバカ少ない。そうよ、良さそうよ、めっちゃ、ね、おしゃれでね。定番飲酒。いや、中身カス。中身カスだよ。それは言い過ぎ。ちょっと思ってた。やめろお前。おい、どんなメニューなの？うん、日替わり。日替わり。日替わりでね。カレーがランド。え？検査知識ない。え？日替わりとカレーの二択？ちょっと待って。おい、それはやばい。学食は一箇所。一箇所です。え、みんな餓死するやんそんな。いや、一応あるけどね。え、みんなどうする？飯はどこで食うの？コンビニでラーメン。俺じゃ気になるのがさ、やっぱ大学生といったら、はい、やっぱ学生街、はい、こう飲み屋とかね、あ、確かに、あと飯がたくさんあるとかじゃないですか。独協大学の周りはどうですか？飲み屋いっぱいあるんだ。え、どこに？市の方に。あ、じゃあ駅周辺に飲み屋はたくさんある。入ってみて意外にこれ違ったなみたいな。そう、意外と狭かったです。狭い。狭い。あ、そう、広そうやけど、ね、広そうやけど、いろいろ駒沢とか、あ、駒沢とか、明治中央とかですけど、ここが一番狭い。駒沢以下。やめろお前。言い方悪い。小沢に負けてるやん。やめろお前。じゃあ独協4人組見つけました。はい。じゃあみんな何友ですか？寮。え、寮が独協寮があんねや。じゃあみんな結構地方から来てるってこと？そうですね。出身は？私群馬です。群馬。栃木。福島です。福島。茨城。茨城。北関東。北関東オールスターズ。じゃあ東北。結構綺麗ね、その寮は。狭いです。あ、狭い。へぇ、独房なんや。やめろ。独房は絶対あかん。絶対ちゃうから。ちゃう、うん、違います。受験勉強サボった罰。やめろ。なんで罪を償わないといけないんだよ、お前。じゃあ、寮の話聞きたいね、これはね。そうですね、はい。みんなでイベントとかあるの？なんか寮のなんか。あ、クリスマスパーティー。クリスマスパーティー、いいね。いや、楽しそう。クリッパー。じゃあ、みんなここ、彼氏いないんか。確かにデートで抜け駆けする。そう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 。寮はおすすめですか？一人暮らしするのか寮に入るのかどっちがいい？寮派。寮の魅力を教えて。うん、ああ、距離ね。普通なんか交流とか言うやつ。仲悪いから実は。すごい。他はなんか寮の魅力。そう、安い。安い。あ、そうなの？どんぐらい？全部込みで5万。え、安いね。安いね、それは。え、マジ？女子寮？ちなみにそれは。あ、女子寮、さすがにね。男女一緒の寮とかは。ない、ない。さすがにない。何よ、何よ、いやいや、この情報いらんやろ。いやいや、女子は絶対嫌やろ、男女一緒の寮は。いやいや、高校生男子、お前のために聞いてるんだ、俺は。身を削って、お前のために聞いてるんだぞ。あの、寮のトラブルとかもしあったら。あ、確かに。ちょっと取られちゃった。作って、で後で食べようと思って置いてたら取られたよ。トンビおるやん。やめろ。じゃ部屋にキッチンはないってこと？はい、うん、おー、それで5万か、うん、まあまあ妥当じゃない。いや、まあまあまあ。え、トイレとかお風呂は？ついてます。え、各部屋に？各部屋。あー、そういうことね。それはよかった。
だからあの北白川荘より絶対いいです、ね、おい俺の家賃2万円のとこ言うな俺のおい負けとんねんトイレ共用でしょトイレ共用なんかお互いの部屋行ったりとかもすんのおー仲いいねずっと修学旅行の夜みたいねえ修学旅行憧れるもんな修学旅行大好き友達いなかったからおいやばいおい俺をだどの班が受け入れるかで褒めたんじゃおいというわけでやってきました独協大学キャンパス調査、はいまあ、英語みんな頑張ってて、うん、でとにかく女子が可愛い、はい、そんな大学でしたそうですね、まあ、ちょっと学食があんま良くないとかありましたけどもよかったね、はい、でもみんなね学生いい人なんで僕も独協大学人いいと思うんでお勧めしたいと思います、はい、皆さんしっかり受けてくださいチャンネル登録高評価概要欄ツイッターのインスタも絶対お願いしますじゃあ今日この辺でバイ。